プジョー309は、フランスの自動車メーカー、PSA プジョーシトロエンが1985年から1993年まで、生産した3ドア5ドアハッチバックの小型乗用車で、ある。1994年から1997年までは、インドのパル、プジョーリミテッドでも生産された。309はもともと、タルボブランドで、 アリゾナという社名で、オリゾン、ホライズンの後継者として発売する目的で開発された車種であった。1985年、PSA プジョーシュトロエンはタルボブランドの廃止を決め、後継者をプジョーブランドで発売することを決めた。こうした他のプジョー各車種と異なる老いたちから、車名も プジョーの同クラスモデル305の直接の後継者となる306ではなく309が与えられた。スタイリングも305や前後してデビューした新型車205.405のようにピニンファリーナの手によるものではなく PSA 社の英国のスタジオでデザインされたものであった。その結果ドアを205と共用したこともあってプジョーとしては やや不格好なスタイルとなっている。エンジンは、オリゾン以来の 1118cc と 1294cc のオフガソリンエンジン、駆除性1769、1905cc、ディーゼルエンジン、そして同じくプジョー性の 1580cc と 1905cc の再一 C エンジンが用いられたが、一部の、市場では、タルボ1510、ソラーラが用いていた。 シム化成 1442cc1592cc エンジンも用意された。シャシーは205と基本設計が同じで、サスペンションも同一形式であった。当初はグレード名が G で始まる5ドアハッチバックのみが用意された。1987年にはグレード名が X で始まる3ドア車が追加され、 トップモデルとして燃料噴射 1905cc エンジン搭載のジテも登場した。人気のあった205ジテ同様のホットハッチ版である。1989年には小変更が行われフロントグリル、リアデザインが変えられ、テールランプが小型化されて、テールゲート下縁の位置が低められ、合わせてリアウィングはリアガラスガラス下部から、 トランク上部に移し FRP 製とされた。またダッシュボードのデザインも変更され、細かなパーツで構成され4が出やすいと不評だった。内装の仕上げが改善された。またこの際、DOHC16 バルブ160馬力の時点16とターボディーゼルも追加された。1990年にはギアボックスが変更され、1991年にはシムカ製エンジンが 新しい TU 型3 h c 1 1 2 4 c c 1 3 6 0 c c エンジンに改められた。この年の未正規輸入車で右ハンドル仕様が設定されている。1993年、後継者であるプジョー306に後を譲って生産を終了した。ありがとうございます。